クリスチャンの夜道本日はダニエル星名勇気がお送りしたいと思います。焦ったけど神様によって守られた話というテーマでお話をさせていただきます。これは9年ぐらい前でしょうか、えー、2月か3月にこの教会で行っている博はスネルゴイキャンプというのがあるんですけどもその一週 間か二週間ぐらい前にインフルエンザになって、えー、しまったお話のことです。このちょっとだるいなと思って、えー、1回病院病院に行ったのですが、えー、この検査をしたのですがマイナス。しかし2回目、えー、翌日か翌々日にこのまた、えー、病院に行って。 検査をしたらインフルエンザプラスとなったのです。そうすると2回検査をしたのです。その2回の検査で、えー、お金もなくなってしまい、白馬キャンプには行けないなと思っていたのです。しかし、この白馬キャンプの1日前、前日ですね、献金があって、えー、満たされたのです。そして、 この白馬キャンプに行くことができましたその白馬キャンプではこのファミリーホームのスタッフの暗祝式にも行われてとても祝福されたキャンプでした焦ったけどこの経済がなくなって焦ったけど主護が守ってくださりとてもとても大きな祝福を与えてくださいました本当に神様に感謝します それでは、えー、こ,のこのお話を終わりにしたいと思います。それではまた